光クラブの広告広クラブ事件とは、1948年に東京大学の学生による闇金融企業が法律違反として警察に検挙された事件。高金利で取り立てが厳しかったが、東大生社長の会社としてもてはやされ、目立つ広告で出資者を集め東京、銀座に進出したアプレゲール犯罪の一つとされる。三島幸雄の青の時代や高木明光の 白昼の資格などの小説のモデルとなった。1948年9月、東大生の山崎浩二は、友人の日本医科大生、三木千成とと共に、貸金業、光倶楽部を東京中野の鍋屋横丁に設立した。社長は山崎、専務は三木、常務は東大生、監査は中大生であった。そのビジネスモデルとは、周囲の目を引く。 画期的な広告を大きく打ち、多額の資金を調達して、その集めた資金を個人商店、企業などに、小売で貸し付けて、利息を稼ぐというものであった。昭和23年当時の銀行金利は、年利1.83%で、銀行に1年間預けても、月間の利息は、約1500円であった。それを、光クラブの場合は、 客が出資者として100万円を出資すれば、月に15万円ほど配当をもらえるというものであった。この光クラブの刺激的な宣伝広告は大ヒットし、しかも東大生らが中心となって経営するというニュースは、日本で話題性を集めて、開業4ヶ月後の1949年1月には、光クラブは本社を東京中央区の銀座に移転し、 資本金400万円、社員30人を要する会社にまで発展する。しかし、同年7月4日に、山崎が物価統制令違反で逮捕されると、出資者らの信用を失い、光クラブの業績が急激に悪化する。その後、社名のみを変更して、さらに資金を集めようと図るも成功せず、経営はますます悪化していく。山崎は、最後の手段として、 株の空売りで資金調達を心みるが、うまくいかない。11月24日深夜、約3000万円の債務を履行できなくなった山崎は、債務返済の前日、本社の一室で生産狩りを煽り、下記の遺書を残して、服毒自殺した。そのわずか数日後、山崎が空売りしていた株は、大暴落し、多額の利益を生み出した。ご注意、検視前に、 指定に手を触れぬこと。法の規定するところなれば、京橋警察署に直ちに通知し、検視後、法に基づき解剖すべし。死因は毒物。生産狩りのことを言ったかどうかは確かめられたし。指定は、モルモットと共に焼却すべし。灰と、骨は、肥料として農家に売却すること望みつつ心安けシチル雇用率の生命の印ありけり出資者処刑へ。 陰徳あれば養蜂あり、陰徳なければ死亡あり。お疑いあればアブハチ取らずの無謀かな。氷菓子冷たいものと危機しかど死したい触ればなる。氷菓子。退職法すべて生産仮自殺。工事。午後11時48分55秒飲む。午後11時49分。山崎工事の時生の苦行。クラブ社長室山崎は、医師、木更津市市長だった山崎正の逸を。 1923年10月、木更津市に生まれる。旧制木更津中学から旧制第一高等学校を経て1942年に東京帝国大学法学部に入学するが学徒出陣により陸軍主継承尉に任官。北海道旭川市の北部第178部隊の両末委員として終戦を迎える。戦時中、 上官の指摘制裁により地公時代の同級生を亡くすが上官の命令により秘密にさせられた。陸軍主刑少尉だった終戦の際、上官の命令で食料隠匿に関与するが密告によって横領罪で逮捕。上官をかばって懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の判決を受けるが、人権時に警察から虐待された上、 事前に約束された分け前に預かることができなかった。同級生の死とともに、この事件の深い失望や恐怖感が、後々の山崎の人生や、人間はもともと邪悪と記された彼の遺書に影響する。東大副学後は、すべての科目で優を取ろうと猛勉強し、勉強や睡眠、果ては、セックスに至るまで、細かく、分刻みにスケジュールを記録していった。結局、 すべての科目で優を取るという当初の目標は達成されなかったものの変質強敵とも言えるスケジュールをつける習慣は死の直前まで続いていた。ありがとうございます。